でそこでまた25法に経て字に訳して下を生ず、この25法というのが第6番目の方便省に説かれるところですと。だから1234、まあ大衣省ね、釈明省とか、まあ、ずっとあって第6番目の方便省に説かれるのがこの25法で、今日はこの25法が面白いのできっとそれで終わると思うんですけど、まあまあ、で方便というのは目的達成のための手段として利用する法とを方便というのであります。まあこれはいいよね。ですから方便は真実を表すための方便なのですと。もっとも、法華経の方便本の方便は秘妙方便と言いまして、その意味が全然違うのですけれども、この場合の方便というのは真実を表すまでの段階として目的達成の手段としていろいろと利用する方便、つまり法有方便を言うのであります。で、まあ、これざっくりどういうことかって言ったら、召喚章が第7章で、ここで初めて1年3000のその悟り方の究極が明かされていくわけだ。ところがその一個手前の第6章の方便章で、その直ちに悟りにを目指していく召喚章の手前として25のこの心の準備、修行の構え、姿勢、というものが あって、そういうものをこう段階を追って心をひたすら整えていきなさい、仏道修行に専念していきなさいよ、1年3000というその究極の悟りを得るための準備段階としてこういうものもあるんですよっていうのが方便省なんですね。それの25あると。で今ここにその秘妙方便とか法有方便っていうのが出てきましたので、ちょっとこれは3つあるんですね、方便に。なのでちょっとこれも覚えておいた方がいいです。これは宝相寺支部様の文章をちょっと貸していただきまして、宝相寺様ありがとうございます。勝手にちょっとコピペさせていただきまして、でまあ方便とこれこっからはあれですよ、この宝相寺、方の、支部の文章です。方便という言葉は目的のための一般的な手段方法という意味で、世間一般では広く使われていますが、本来は仏教語であり、仏が修行を真実の方、悟りに導くためのに設けた便宜上の手段、またその手段そのものの内容を言いますと。これいいですね。で天台大師は法華文具で法華経方便本の方便の題を解釈するにあたり、法華経で説かれた方便の意義と二禅諸経で説かれた方便の意義を区別し、方便の真の意義を明かすために法有方便、能通方便、秘妙方便の三方便を説きました。これは覚えておきましょう。この法有方便、それから能通方便、秘妙方便、これはね結構な頻度で御所にも出てきます。でまず法有方便とは何かと、法とは種々の方法手段のこと、有とはそれを利用するという意味です。衆生にはさまざまな迷いと欲望があって一様ではありません。そこで仏は仏知、ゴンチという仏界に備わる知恵、ゴンチという仏界に備わる苦界の知恵、はあはあはあ、まあこの仏知というのは仏のみしかわからない知恵もありますけど、この場所で言ってる仏知というのは、仏界に備わっているところの、あらゆる九界の人々に通ずる、いろんな人たちのこの、形に通じる知恵を言ってるんですよと、そういう意味で言ってますね。でを巧みに用いて衆生の欲するところに応じて衆生の凶暴を解き、当分というのはその時そのままの状態ってことね、今のそのままの状態、ありのままのその状態っていうのを当分と言います。でその当分の利益を与えました。これはいいですね。二禅言行というのはみんなそうでしょって、要は衆生たちの求めるものや、仏教理解の度合いとかいろんなものが違うので、仏様はありとあらゆる形で方便を用いてその人たちに合わせて説いてってあげたんですよと。でそのなりに、それなりにその人たちに利益がちゃんと生ずるように教えてってあげましたと。でそれが華厳ですね、華厳、阿厳、報道、般若等の随体、相手の気根とか心に合わせた
教えの説法であり、これらの方便諸教を法有方便と言うんですよと。いいですね、捕まえました。二千言経のお釈迦様があらゆるこの方便を使ってなんとか法華経に持ってこようという時に使われた方便を法有方便と言うんですよと。次、脳通方便とは、脳通、また出てきたね、この欲、能動的なこの脳、これも欲通ずと、とは門の意で、仏の方便華道が最高真実のところによく通じたもんであることを言いますと。衆生が低い教えによって悟ったと思い込んでるのを断歌、断歌っていうのは、叱って正すっていう意味ですね。何やそのとこで、そのとこにその、執着しちゃいかん、もっと上があるんだってこう、ケツを引っ叩くというのを断歌と言います。断歌して真実の悟りに至らしめる方便である。華道の形は法有方便と同じであっても、方便を説く仏の御心には衆生を真実の悟りである法華一乗の教えに導こうとされる大目的があります。その法華一乗の法所によく通ずる方便を能通方便というのですと。だから簡単に言うと、法有方便というのは直ちに法華経というんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつこの段階を上げていくっていう意味合いで法有方便であって、脳通方便というのはもう、その状態から何としてもこの法華経へ、法華一仏上へ引っ張っていこうっていう、そういう意味の強い、そういう性格の強い方便を脳通方便というんですよと。よく法華に通ずる、だから脳通というんですよと。いいですね。そして、以上法有能通の2種の方便は二前言経の方便であり、真の円有の法を説いていませんから捨て去らなければなりません。いわゆる法華経が説かれたらもういらないんだから、目的地についてんだから、もうその法有方便も能通方便ももう用いる必要はない。でこれらの方便は大下の言と言われるように、方便の外に真実がある。方便の外に真実、方便の他に真実がある。大下の言、大下の言、まあ大下っていうのはどういうことかって言ったら、法華経をまだ明らかにしていない状態を大下って言います。で法華経が、明らかこれお釈迦様に即した場合ですよ。お釈迦様に即した場合で言えば、大下っていうのは法華経をまだ明かされていない上での法の状態を大下って言うんですね。しかもその言であるから、法華経というこの本来の意が現れていない言経であると、それが大下の言と言われるように、方便の外に真実がある。衆生の迷い苦海から遠く離れた外に仏の悟りがあると説いており、仏の真実の悟りではないからですと。まあそういうことですよ。でこれに対して秘妙方便というのは仏の尽能で知りがたい悟り、もう全くわからん仏その御内証の境界に基づく華道を言い、他の諸教に説かれていない方便の真意が法華経方便本ですと。人は法華経のみに十戒五愚の円融の法を説き表して二前諸教には比していたということ、まあそうですね。妙とは方便の教えをことごとく開いて妙となし、それらの方便を法華のこれだ体内の言、わかります？さっきは大下の言、今度は体内の言ってことですね。今度は法華が開いた上での二前言経というものをこの見る見方で、それにおいて二前言経が生かされてくる見方を言うわけですね。でそれらの方便の法華の、大下の言とすることを言います。二前の方便は本来法華経から、開き出されたのですから、法華経が解き明かされたならば方便の諸家もろもろの川はことごとく法華の大会にみんな記入してきて一体となり、方便はそのまま真実となりますと。まあ雰囲気としては分かってもらえますかね。要はその、法華経に至って初めて、全てお釈迦様の仏法、
三重浄土をしてから初天法輪から全てを含めて全部がこの開かれたことにな開かれてくると。ですなわち法華経方便本の秘妙方便とは、方便と真実、また九戒と仏戒の両者の関係が二でなく別でなく、方便即真実、九戒即仏戒、十戒五具、名語不二の円融の原理を明かしたものであり、一切万法を妙法と開く仏知の不思議を言うのですと。まあ秘妙方便というのは、要はその法華の悟りから一切経を全部開かしめたっていう、そういう、まあ、全部の方便を真実になしてしまったというように捉えていただければいいかと思います。法有方便、能通方便、秘妙方便、いいですね。これも押さえておいてください。これも基礎教学の一文ですので。で